省エネ改修で補助金がもらえる？申請期限が延長した今がチャンス。リフォーム工事で最大60万円。皆さんこんにちは。オリバーリフォームのゆかです。今回はリフォーム工事で最大60万円の補助金がもらえる子ども未来住宅支援事業について、対象世帯と受給金額、対象となるリフォーム工事、申請手続きの流れと期限の順にお話しします。それでは動画スタート。子育て世代の住居費負担の支援強化や住宅分野のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの加速を目的として開始した子ども未来住宅支援事業。これは一定の要件を満たすリフォームを行う場合や一定の省エネ性能を有する住宅を新築する場合にリフォームなら最大60万円、新築なら最大100万円の補助金が適用される制度です。子ども未来とある通り、新築でこの補助金制度を活用される場合は、子育て世帯や若者夫婦世帯が対象となります。しかし、リフォーム工事では対象世帯が限定されないのがポイントです。リフォーム工事の場合は、世帯を問わず対象となるリフォーム工事を行ったすべての方に受給資格があり、最大30万円が補助金として工事後に還元されます。ですが、対象リフォーム工事をしたのが子育て世帯、または若者夫婦世帯の場合は、補助金の限度額が引き上げられます。受給金額はなんと2倍、最大60万円までとなります。リフォームの場合は断熱改修工事かエコ住宅設備の設置を行うことが子ども未来住宅支援事業の補助金を受給するための必須条件となります。それは1、窓やドアなどの開口部の断熱改修、2、外壁や屋根、天井、床の断熱改修、3、エコ住宅設備の設置です。これら1から3のいずれかのリフォーム工事は必須となる工事で、補助金を申請するにはこの必須工事のうちいずれか1つ以上を行う必要があります。さらに今ご紹介した必須工事と一緒に実施することで補助金の申請の対象となる任意工事もあります。任意工事のポイントはもちろん子育て支援。任意工事には子育て対応改修のほか、耐震改修、空気清浄機能及び換気機能付きエアコンの設置、バリアフリー改修、リフォーム貸保険への加入が該当します。なお子育て対応改修には3つの要素があります。 1. 宅配ボックスやビルトイン食器洗い乾燥機などの家事負担軽減のための設備機器の導入、2. 防犯性の向上のための窓やドアの交換、3、生活騒音に配慮するためのドアやガラス、窓の交換です。普段聞き慣れない言葉もあり、混乱した方もいらっしゃると思いますので、LDK 改修を例にしてご説明しましょう。まず、必須工事である内窓の設置と、任意工事となるビルトイン食器洗い機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロを設置したとします。内窓は 1.6 平方メートル未満の小さいサイズの内窓が1箇所、 2.8 平方メートル以上の大きいサイズの内窓を2箇所設置したと仮定すると、必須工事の補助金合計金額は5万6000円となります。それに加えて任意工事のビルトイン食器洗い機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロを設置した場合は任意工事の補助金合計金額は4万2000円となります。よって必須工事5万6000円と任意工事4万2000円を足すと受け取れる補助金の合計金額は9万8000円となります。今ご紹介したイメージはほんの一例です。今なら予定されているリフォームプランと必須工事もしくは任意工事を組み合わせて補助金の対象となるプランにすることも可能です。いずれやらなくてはいけないなぁと思っているリフォーム内容であれば、ぜひこのタイミングで一緒にご計画されることをお勧めします。
ちなみに必須工事は対象項目の中のどれかだけでも補助金申請の対象になります。ですがここで一つ注意していただきたいことがあります。例えば内窓と節水型トイレの組み合わせの場合、補助金の合計金額は3万3000円となるのですが、1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。ですから何箇所か組み合わせるなどして補助金額の合計が5万円以上になるようにしましょう。申請手続きっていろいろな書類を用意したりして難しいんじゃないの?と思われている方はどうぞご安心ください。なぜなら補助金の申請および交付を受けるのはリフォーム工事を請け負う会社だからです。ですから交付された補助金がどのようにお手元に還元されるのかは契約前に取り決めておきましょう。そしてもう一つ確認しておかなければならない大切なことがあります。工事を請け負う会社が子ども未来住宅支援事業に事業者登録をしていない場合は残念ながら補助金を受け取ることができません。事業者登録情報が気になる方は概要欄に事業者登録検索ページのリンクを貼っておきますのでご確認くださいね。次に申請の流れをご説明します。リフォーム工事の場合は工事着手後に事業者登録会社より交付申請の予約ができますが、これは必須ではありません。工事完了後に工事請負い会社が正式に交付申請を行い、受理されると補助金が交付されます。ちなみに申請は工事請負い会社が行いますが、ご自身で準備しなければならない書類もあります。リフォームの場合は運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類に加えて、申請する要件に応じて住民票や不動産売買契約書などが必要になることがあります。何が必要になるのか事前に確認し早めに準備しておきましょう。では最後に延長された申請期限についての確認です。当初は今年の10月までだった交付申請期限が来年の3月まで延長となりました。しかし予算がなくなり次第終了となりますから、お早めに計画されることをお勧めします。いかがでしたでしょうか。今回はリフォーム工事で活用できる補助金制度、子ども未来住宅支援事業についてご紹介しました。現在リフォームを計画中の方は、交付申請期限が延長されたこのチャンスに賢くリフォームしましょうね。最後になりますが、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。ゴリバイバーイ。